ました。この下のライトは特注？僕がデザインしました。六角形のハニカム構造です。これ案外 お金かかんじゃないのこれ。全部自分であのデザインをして、町工場の方にお願いをして、で LED 入れて、はい、で前もさ言ったかもしれないけどさ、光さホワイトだけじゃないさ、ブルーとかさグリーンとか入れて光がさこう変わって見せる。でもこれも調整すればできるでしょ。そうですね、できます、はい、で六角形にはあの例えば自然界で一番強度が高い形と言われていて、うん、そういうあの例えば分子構造から蜂の巣まで六角形をしてます、うん、そういうものを模して、あとは光をつなげることによってそれぞれつながりがあるような見せ方というものにしています。これは誰が作ったの？映像は誰が作ったの？これは僕が作りました。ただあの少し簡易的なものなので、本当はもっと効果を使いたかったんですけど。これもいいじゃん。これいいね。これ商品化されてんの？いや、これは今は展示用の。よく商品化したら面白いよ。そうですね。値段次第だけど。はい。そういう僕も今、そういう販売するあのステージ今立ってないんで、例えばこれを販売するなら本当に数十万円以上と考えてるんですけど。もう作品としてね。そうですね。数十万か。なかなかそこまでは僕があの思うようなステージに持ってきてないんで、それはこれからゆっくりと。厳しいかもな、うん、そのぐらいの手間は作品1個に半年間ぐらいかかっているので、うん、こちらの標本瓶のものは数万円から今、僕の再現をして出しています。 LED の台座を